今は昼か夜か。分かったところで、知りたくもない俺は2年間外に出ていない。こんな俺をみんなは引きこもりと呼んでいる。だが厳密に言えば俺は引きこもりじゃない。ただ外に出かけないだけだ。2年前の今日、この世でたった一人のかけがえのない俺の彼女が跡形もなく消えた後は、すべてが変わってしまった。外の世界の何もかもが嫌になって、すべてのことを断絶したまま会社まで辞めて、今はこの部屋での暮らしは退職金を使うことで全てを解決している。こんな俺が何事もなく生きていけるのは、唯一外とのつながりであるインターネットがあるからだ。オンラインの仮想世界は今まで疲れていた俺の心を癒してくれる。食べ物はインターネットで注文できるし、こっちの方がよっぽど楽だ。マウスをクリックし、待つ。そしてドアを開けて受け取れば、それで終わりだ。おかげで会社を辞めてから今まで家から出かける必要を感じなくなっていた。そして徹底的に一人暮らしに固執した結果として、今俺の Facebook の中には全世界何百人もの友達がいる。そこで俺は毎日新しい物語を載せる。まるで誰かに見せるように、俺はうまく生きていく、幸せにだと伝える文を。しかしある日気づいた。これらが全部俺の本当の姿なのか、そうでなければ虚像なのか、一体誰のためにこうやっているのか。実インターネットの中のジスは、俺が会社の仕事で韓国に滞在していた時に会った姿そのままだった。まるであの頃のジスが今も俺と一緒にいるようだ。それなのに、昨日から亡くなったジスのフェイスブックに新しい書き込みが写真とともにアップされている。ジス？まさか、ジス？ありえない。2年前、間違いなく葬式に出席してから日本へ帰ったのに。そんなジスが、うちの近くの公園に立っていた。微笑みながら。胸の高まりが、自分でもわかる。会えるのか？しかし
彼女は本当にリスなのか。部屋に閉じこもって暮らしている間に俺の頭がどうかなったんじゃないのか。そうじゃないならただ顔が似ているだけじゃないか。それでもないなら誰かのいたずら。今度はうちの近くの公園だ。探しに行かなきゃ。ジスに会いたい。誰かのいたずらでも、俺が狂っていたとしても、今すぐジスに会いたい。2年ぶりの外の世界へ出かけようか。でも、誰ですか？ジスが俺に会いに来た。
ピードカメラ ELCPE レディーアクション。ムービー。ムービー。